いちごを愛し、いちごに愛された男、渡辺大輔です。僕はですね、地元が東京なんですけど、6年前にですね、宮崎に移住をしてきて、今、いちご狩り写真館クラウンファームといういちご狩りを、運営をしております。で、僕たちがやっているのは、カメラマン、プロのカメラマンと、あとは大道芸っていう風な新しいですね、いちご狩りというものを、今しているような状態です。はい。で、そんな僕がですね、宮崎に大学生の時にですね、自転車でこういろいろこうフラフラしている時に、たまたまこの日南、宮崎の日南北郷というところに来て、すごいこの土地の人たちが好きになって、それで移住をしたというような経緯です。で、ちょうどですね、本当に移住したその当日に、当時 の部長にですね、1枚の紙を渡されて、でその紙をとりあえず名前を書いてくれって言われたので、名前を書いたんですけど、それが消防団の入部届だったっていうのが一番最初の消防団との関わりです。あれから6年経ちました。私は消防団に入って良かったことが3つあります。1つ目は、地域の一員になれたなということです。有事の際に出動し、困っている地域の人たちの力になれることで、自分をこう受け入れてくれたこの地域に少しこう恩返しができているのではないかなというふうに思ってます。また感謝をこうされるたびに、地元の人、北郷の人になれた気がしています。2つ目は地域の人を知れたということです。僕は今家とやっぱ畑の往復で生活しているんですが、消防団に入ることで普段出会えない人たちとたくさん出会うことができました。そして最後3つ目がですね、自分の事業に生きているということです。消防団の団員の仲間の中には、水道屋さんだったり電気屋さん、土木関係の人とかもたくさんいます。そういう人たちに自分のハウスの中で、例えばこういう配管を変えたいんだとか、こういうふうに電気をしてみたいんだっていうふうな相談をしたときに駆けつけてくれて、手伝ってくれます。そしてまた同じ消防団の仲間たちが、いちごの時期になるとたくさんいちごを買ってもらいます。この3つが私が消防団に入って良かったことです。東京に住んでいた22年間で、僕は消防団の存在すら知りませんでした。しかし実際にこう団員になってから、大変なことももちろんありますが、存在意義をひしひしと感じています。きっと私の知らないところで、東京の消防団の方も頑張っていたんだということを最近気づきました。消防団は地域に不可欠な存在だというふうに私は思っています。しかし僕が所属している郷ノ原第二分団もですね、人員が今不足しています。で、この不足している原因は何かなっていうふうに自分の中で考えたときに、やはりこう消防団に入るメリットっていうのが非常に薄くなってきているのかなというふうに感じています。私は先ほどお話しした通り、自分の事業に消防団の活動を生かすことができているんですが、それが一般的にサラリーマンだったりって働いている人にとって、活動自体が重荷でしかないという現状があるのではないかというふうに考えました。そこで私は自営業者を宮崎県で増やすことが一番消防団を増やす近道になるのではないかなというふうに思っています。微力ですが、私も何か宮崎県の消防団活動の力になれればいいなというふうに思っています。最後になりますが、ぜひいちご狩りに来てください。待ってます。